e-taps, e-taps, e-tops とは民間旅客機の安全性確保のためのルールの一つである。エンジンを2機しか持たない旅客機では仮にそのうちの1機が飛行中に停止した場合でも一定時間以内に替えの空港へ緊急着陸することが可能な航空路での未飛行が許されるとして国際民間航空機関が取り決めたものである。緊急時にエンジン1機のみでの飛行する場合 飛行可能な時間を定めたものと言い換えることができる。日本の国土交通省は ETAPS を双発機による長距離進出運航と呼び実証認審査基準を設定している。なお、この規定は今後新たに提案されたローロップスに置き換えられる可能性がある。ETAPS 制定よりずっと以前エンジンの信頼性が低かった時代において双発旅客機 エンジン2機は近くの空港から100マイルまで1953年からは空港より60分以上離れたところを飛ぶ子が認められていなかった。このため太陽や北極を最短距離で横断するような航空路に総発旅客機を就航させることは許されなかった。その後エンジンの信頼性が高まるとエンジン1機のみで飛行できる時間を120分に 延長することができるようになった。事前に認定を受けた総発旅客機に対して近くの空港から120分以内の居の飛行ルートを認めたものが ETAPS-120 ルールであるボーイング767箇所。この規制緩和は燃費や整備費で経済性に優れた総発旅客機をより広範な路線に就航させたいという航空会社の持ちに応えたもので、これによって 従来の安全基準に対応するためにエンジンを3機や4機、備えた機種 DC-10、トライスターなどは発注が減っていった。その後、エンジンの信頼性がさらに向上すると E タップス -180 や E タップス -207 という規定が設けられ、航続距離の長い総発旅客機では南極大陸など一部を除き地球上すべての地点を 飛行できる間になった。ETAPS を実際に認定するのは、アメリカ連邦航空局、FAA と欧州航空安全機関、エアサの2機関である。ETAPS の認定は、まず機体とエンジンの組み合わせにより、形式ごとの認定、ETAPS タイプアプルーバルが行われる。それから、実際の運航を行うにあたっては、さらに旅客機1機ごとに個別で認可を受ける必要があり、 航空会社によってはコスト削減などのため同じ機種でも ETAPS 認定と非認定の機体が混在することもある。この場合 ETAPS 認定の機体は主に長距離の洋上飛行に割り当て非認定の機体は主に陸上や短距離の洋上飛行に割り当てられる。また e タップスルールの適用時間は同じ機種形式の旅客機でも航空会社 の運行実績と整備水準によって違いがある。ETAP スルール適用の旅客機は3八機、ボーイング727、DC-10、トライスターなど、や4八機、ボーイング747、エアバス A340、A380 などよりも、エンジンを中心として厳しい検査体制が取られている。初めて ETAP ス -180 の認定を受けた。 旅客機はボーイング777で、これは同機が搭載している2機のエンジンの信頼性が従来のものから飛躍的に向上したためである。その後ボーイング757、ボーイング767、ボーイング737から600、マイナス700、マイナス800、マイナス900、ボーイング787、エアバス A300 から600、エアバス A310、 エアバス A320、エアバス A332 も ETAPs-180 が認定されている。2009年10月に欧州航空安全機関がエアバス A330 に対して初の ETAPs-240 の認定を与えた。2011年10月に FAA はボーイング777、777から 300ER。 777から 200LR777 カも付き GE 社のエンジンを搭載した777から 200ER に対して ETAPS-330 の認定を与えた。2014年5月にはボーイング787が FAA から ETAPS-330 の認定を受けた。2015年3月にボーイング747から8が FAA から ETAPS-330 の認定を受けたと発表し、4発機で初めて ETAPS が認定されることになった。2014年10月に欧州航空安全機関が、エアバス A350 から900に対し、ETAPS-180 から ETAPS-300、ETAPS-370、e、の認定を与えた。 双発機が長距離飛行を行うにあたっては、航空機、エンジンのみならず、空港の要件についても3発4発機より厳格に定められている。航路周辺の緊急着陸に適した空港は、アディクエットエアポート、着陸可能飛行場と呼ばれ、運用時間や飛行場所限等から安全に着陸できるものでなければならない。これは E タ a p スでない飛行。 空港から60分以内の距離の飛行にも適用される。アディクエットエアポートの要件に加え、より厳しい条件を満足する空港をスータブルエアポート着陸に適した飛行場と呼ぶ。スータブルエアポートは滑走路の路面状態を考慮した十分な滑走路長を持ち、気象状態も滑走路の数や侵入方式に応じた所定の条件を満たさなければならない。 さらに緊急時の救援、消火体制も ICAO の定めるカテゴリー4以上の能力が必要である。通信状況その他についても様々な条件がある。ETAPS 運行においては、スータブルエアポートの中からエンルート用の代替空港を選定しなければならないことになっている。e t a p s 2 7の場合は、スータブルエアポートの救援、消火体制として、 ICAO の定めるカテゴリー7以上の能力が必要で、さらに180分飛行距離以内にアディクエットエアポートも別途確保しておかなければならない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。